で声が聞こえてくるときっていうのは、うん、面白いのは、うん、こちら側が私の知ってる私、うん、それに対して S の方、うん、S の方が自分になって出てくる、うんうんうん、話っていうのが、うん、要はもうこのカフカの変身とかも多分、はいはい、そうで、うん、ドストエフスキーの二重人格っていうのもそういう話だと、うんうん、二重人格という場合は私の中にもう一人人間がいて、うん、それが出てきて入れ替わる、うんうん、で今はそれほどでもないが昔よかったのは普通の人格の方、うん、表に出ている方はすごく良い人でおとなしくて、うん、誰から見ても褒められるそういう人格です、うん、でもそれは要するに無理をしているわけだと、うんうん、全然腹を立てないしものすごく丁寧だし、うん、そういう風にやっているということは、うん、こんちくしょうとか、うん、やっちまえとか、うん、そういうやつがだんだん、うん、今度は上がってきてそれが人格を持ってしまうことがあって、うん、入れ替わる、うん、っていうことがあるよと、うんうん、なのでその引きこもりの人たちも、うん、多分意識無意識があってそれがぐるんって入れ替わってしまって、うんうん、なりたくもない形になってるのかもしれない、うんうん、それが本当カフカの変身ですね、はい、グレゴール・ザムザが、うん、あの起きたら虫けらになってたっていう、うん、だから結局こうちゃんとやってたって話ですよね。グレゴール・ザムザもちゃんとやってました。でちゃんとやってて、はい、ずっとちゃんとやってきたのがもうこうそれを S を蓋をしてちゃんとやってきたから耐えられなくなってひっくり返っちゃったみたいな、多分ちょっとずつ多分漏れてた、漏れてとは思いますけどね、うんうん、でそれがこういつしか反転しちゃったみたいな、はい、うん、っていう、うん、ここを読んでですね、うん、僕は今危ないと思ったんですね、はい、ひっくり返すと、あるいは畜生やっちまえとかが出てくる頻度が高くなってるって感じてるんですよ、うんうん、そのうち人前でも畜生とか言ってやっちまえとか、この出さなくてもいい自分を出してきて、うん、なんか自分の考えに固執して、うんうん、攻撃したり攻撃したりっていうのが出てくるかもしれないっていう恐怖心がある、うんうんうん、はい、でこの本では結局はそれを抑えるというのかな、そういうところがあるって、はい、まあ、知れるだけでも、うん、まあ抑え、まあ、多分みんな普段抑えてるって話ですよね。抑えてるって話だと思います。抑えて、まあ、自我でこう世の中を渡り歩いてる、はい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 、で何かストレスが溜まった時にポンポンとちょっと突き上げてくるものがある、そうですね、うん、はい、で多分このいろんな扉が、うん、あって、うん、いろんな扉の奥にはいろんな多分、はいはい、僕の知らないそれがいると思うんですね、うんうんうん、まあ、これからそういう人とも会っていくんでしょうけど、明るい僕もいるかもしれません、それの中に、それの中に、あ、まあ、いるんじゃないですか、全部じゃないですか、全部が全部悪いそれだとは思ってないんですけどね、うん、要は無意識ってことですよね、はい、無意識があるって話じゃないですか、そうですね、うん、でだから神妙にしてなきゃいけない時に明るいのが出てきたりすることもある、あ、もちろんなのでこの河合駿さんが悩んでいたのは、うん、そのお葬式とかね、うんうんうん、どうしても静かでしなきゃいけない時とかに、うんうん、プーってなる出来事があると、うん、普段そういう風でもないのに、うんうん、そういう時に限ってそれが抑えられなくなるっていうのが、まあ、S って話ですよね、はい、S っていう話です、うんうん、だからいろんなのが全部いるって話、はい、で、まあ、そのこの本の中では質問コーナーというのがあって、うんうん、この河合駿さんに対してこの本を読んでこんな質問みたいなのがあってですね、うん、質問として、はい、具体的に誰か本当の別の自分がいるわけではなく、うん、一種の原始、うん、幻の見る、うんうんうん、なのでしょうか、うん、誰かこの中に人がいるって見間違うことはあるのでしょうか、うん、みたいなことを聞いてるんですけど、うん、大体これは、うん、ほとんど原始ですと、うん、幻だと、うん、見ている人をこの人が私だというのではなくて、うん、全て基本こういうのは幻だそうです、うんうん、それが悪さをしてましたね、はい、はい、で、うん、まあ、この今の挙げているこの図、はい、要は皆さん自我と S があって、はい、うんうん、S の声が聞こえてきて、うん、まあ、それを抑えようとしてバランスを取ったりして、うん、わーって声を出して発散させてるのか、うん、
もうその S の声が出てるのか、 S の声が出てるのか、それはどうか、うん、もう僕にはどっちかどうだか分かんないんですけど、それを抑えすぎてもダメだし、うん、そっちばっかを出しすぎても、うん、要は許しすぎる、それを、うんうん、許しすぎる、要は気持ちいいと感じる瞬間もあると思うんですね、その S を出してて、要はこの普段の僕のこの人当たりのいいユーモアを忘れない、うん、基地を忘れない僕、うんうん、が自我ですよね、自我です、はい、うん、自我です、うん、モテるための自我です、うん、はい、こうした方がいいだろう、そう、うん、成功するだろうのための自我、うん、がうまくいかなくなってきて、うん、たまたま S でやった時に人が言うことを聞いたとかね、うんうんうん、そっちの要求が通った時にそっちの方が簡単だとするとくるってひっくり返るかもしれない、うん、要はこうこれがいいって思って、例えば人当たりよくしといた方が世の中がうまくいける、はい、当たっていけるだろうと思って、うん、人当たりよくしてやるわけじゃないですか、やってきましたよ、人当たりよくしてやってんのにうまくいかないってなるとクソってひっくり返るみたいな話じゃないですか、うん、そんなことをまあ、要は本当はやりたくないことも人当たりよくするために我慢してやってるのに、うん、うまくいかねえじゃねえかよって下から来ますね、我慢、うん、本当はこれやりたいんだけど人当たりよくするために我慢してるとか、うん、これをやりたいけど、うん、やってるけどまたこれがうまくいかなかったりするじゃないですか、うん、でそれがこうボーンと突き抜けてうまくいかないところがボーンと突き抜けてくんじゃないかな、我慢しても意味ないじゃんみたいな、はい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 、